大野さん、大野さん、はいはい、はい、どこに連れてこられたんですか、自分は。これ連れてこれ、拉致られた的なこと言うのやめてください。今ここ川が流れてるんですけど、この川から向こうが静岡県、こっちが神奈川県です。神奈川ね、はいはい、はい、ということで、そうなんですよ。なるほど、はい、今ね、こう千歳川っていうらしいんですけど、ほら見て、あ、ちょうどあそこ、うん、あのほら川がほら海にほら合流している、なんかまさにその瞬間をここで波と流れが戦ってますね。私こういうの初めて見た。え、ちょっとなんか感動だな、面白いな、ここ。え、それを取りにわざわざここまで。あ、ごめんなさい、すみません。そうそう、それでね、あのね、はい、今日はね、夏ということで、うん、はい、で夏といえば海でしょ。首都圏のね、あの人の多くはやっぱ夏、海ときたらやっぱ湘南みたいな。なあ、そうしましたか。うん、やっぱね、神奈川、横浜、湘南の海、いや行こうかなみたいな。湘南だけしかないと思ってたら大間違いですよ、神奈川は。何を言ってますか。他に何があるんですか。いやいや、でもここ湯河原だと思うんですけども、はい、こういういわゆるなんか波がザバーンとしぶくようなね、うんうん、ワイルドな風景もあるし、はい、で片やあの、まあ、江ノ島、まあ皆さんご存知ですけども、そうですよ、ね、ああいう観光地があり、そうそう、江ノ島ですよ。で三浦半島の方行ったらまたこんなもっと山深いところのちょっとしたリアス式海岸みたいな場所もあるしね、自然豊かなんですよ。へー、うん、え、東京の方向かったらあれじゃないですか、埋め立て地とかあるし。そうか、うん、いや、うん、結構ね、いろんなとこありますよ。なるほどね。じゃあね、神奈川の結構そのじゃあ変化にその富むと今言われてた海のですね、景色というか、あのそれをですね、今日はあのいろいろその写真に撮りながらこう旅してみたいかなと。今ここは静岡との県境じゃないですか、はい、東はですね、今度は東京との県境があるはずですよね、はい、あのぜひ私はですね、今日そこまで行きたいと思っているんですけど。分かりました、頑張りましょう。頑張りましょう。よし、ではカメラとブラトモミ、レッツゴー、行ってみます。いや、なんか鳥の声もすごい、うん、うん、海が近いはずなのに全く海を感じないという。全く海を感じないですね。すごいこう森の中へ。あ、海見えてきましたね。はい、ようやく。はい。あ、お、神奈川の景勝、神奈川の景勝50選の一つ、真鶴岬と三石だそうですね。はい。ここはですね、真鶴、先ほど湯河原でしたよね、はい、はい、そこから車で20分ぐらいでした。そうですね、うん、そうですね、まあ、駅でいうと一駅なのかな、東海道線は。あー、なるほど、うん、まあちょっと駅からここ遠いから。そうですね、やっぱ車になっちゃうな、どうしても。あ、アジサイね、この時期ちょうどね、アジサイ、梅雨ですからね。アジサイのちょっとね、こう海とか撮りたいですけどね、うまくこう角度的にね、え、そうそう、位置的に海はもうボケでいいんで、なんとなく海って分かれば。なるほど、今日は天気があんまり良くないから海がね、青くないですからね。そうなんですよね、だからまああんまりバッチリちょっとね、今ここでちょっとアジサイ、まあちょっと季節感を出す一枚も撮っておこうかな。結構下まで降りれるのかこれね、どこまで降りるんだろう、怖いな。あんま降りるとまた帰りが、まあいいや、すぐそういうことを考えてしまう。お、見えてきた。ん？あ、あれじゃないですか。え、どれどれどれ。ほら、ほら。あ、あ、これ誰かがこう置いたわけじゃないですよね、これ石をいっぱい。ねえ、しかもあそこにこうずっと道というか、今多分引いてるからかな、干潮だから。そうですね、はい、だからかな、あのこう続いてますね。今写真的にはこう降りちゃうとまた角度が変わって、それはそれでいいと思うんですけど、高さがね、あの低いところから見るというので、そういう意味でちょっとまた全然違う写真が撮れることになりますよね。ここからこういうふうにこう出てる、このラインが見えるのはここから、かなと思うんですよね。さあ、ちょっと今日はあの今ただあの曇ってることが一つと、
ちょっとね、まあ霞んじゃってる感じがあるし、これはモノクロの方がいいかな。うん、海の色もほら今ちょっとあんまりねグレーになってますから、そもそも海の色がね今ちょっと広めに撮ってますから、はい、そうするとこう手前のこう緑がこう入ってくるんですよ。その緑のこうグリーンだけがですねしっかりこのなんか印象が強く出ちゃうんですよね。なるほど。うん、その主役は あちらの三石なんですけれども、うん、これあれですか、岩と岩の間になんかロープが渡ってるんですかこれ。あちょっと今これから望遠で見てみましょう。はい、しめ縄張ってますね。そしてですね左の岩の上に鳥居がありますね。真っ赤な鳥居が。へー、はい、今ですねこのレンズ、よくいつも持ってきてるレンズなんですけど100-400のズームでですね向こうにあるその岩だけをアップで写すんだったら、うん、今200なんですけど200ぐらいがちょうどいい、ちょうどいいですかね。あの先っちょの部分の全体が映ってます。でももうそれがいっぱいなので、もしもっとですね、うん、一つ一つの岩、今あそこにある一つ一つの岩を一つ一つアップで映そうと思ったらこれはもう400ですね。はい、今400いっぱいにして片方の岩が、鳥ねそんな大きく ないっぽいんですよね。ここから見るとあそこにその鳥居があって、その鳥居も大きく映したかったらやっぱりこれは400ぐらい持ってきておくといいかもですね。なるほど、はい、うん、はい、ちょっと鳥居もアップで撮ったりとか、はい、いろいろしてみました。そうですね、ちょっと一応下まで降りてみようかなここは勝負の分かれ目みたいな。うん、まあでもそうですよね、来たしここまで降りちゃいましょう。はい、ね、やっぱり降りてくると全然、まずこのカーブしてるのは分かりづらく全く逆に分かんない、うん、なりましたね、うん、手前のこのゴロゴロしたねあれはあの、うん、塩入れても面白いかも。今ですね、少し、さっきはね100-400でしたから、そこから見れば全然今あの広めのですね今50ミリ出してきましたけど、それでもっとこう手前の今このゴロゴロしたものを入れつつですね、その先に向こうに、うん、向こうの方に遠くにああいうちょっとね面白い形のですね岩があるなっていうような感じのイメージで今撮ってます。よし、あすごい、なんか手前の岩がですねドーンと来て、あ面白いですね、これも面白い、うん、これでなんかちょっと波、もうちょっと波欲しいかな、波欲しいかな、そうですね、こっから行きますかね、この辺、うわこの辺どうかな、うつぼくん、今来たでしょう、はい、今いい波来たもん、はい、いいかな、はい、いいと思います、はい、なんかついつい長居しちゃった、大丈夫ですかね、ま、今の神奈川の何分の1来ましたかね、20分の1ぐらいじゃないですか20分の 1? だって20分しか車で移動しないんだからさ急ぎ、わかりました、じゃあ急ぎましょう、はい、はい、なんかねちょっと全然また違う風景ですね。着きました。着きました。小田原市、小田原ですね。小田原に着きました。はい、ここは、早川かな、早川漁港っていうところですね。はい、うん、こんな風にあの、ね、船がたくさん止まってて、あそこが卸かな？あ、市場ですよね。そうですね、市場ですね。うん。ね、なんかここのこの風景はこうパッとこう見渡した中になんかいろいろ詰まってますね。手前のもちろん船がね、この船がそれぞれこう
で、そしてあれは、あれは何だろう、あの橋は。あれは高速かな。そこじゃないですか。なんかね、そういったものがいろいろこうギュッと今ここに詰まってますね。私結構こういうね、あの船が止まっている港の風景とか好きなんですよね。ほいほい。さあ、どういう風に撮ろうかな。ちょっとでもね、いろいろアイテムが多くて、そう、どれとどれを入れるとかね、あのちょっと考えちゃいますね。一番のんびりしてる時間帯なんですかね。あ、もうだって朝でしょ、やっぱり。そうですよね。あ、なんかちょっとこういうのもいいですね。ほう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 。なんか雰囲気がね、ちょっと広角でどうみたいな。そうね、気もいいけど縄とかもいいですね。ちょっとこの辺からだとまたちょっと今度は市場が、うわ、これなんでしょうね。全然これがなんだかわからない。これはあれじゃないですか、バナナボートでみんな乗って遊ぶ。もういいです、佐藤さんに聞いてません。佐藤さんに聞いてません。じゃあ言わないでよ。これなかなかちょっとね、インパクト強いですね、これ。巨大なさつまいものあれじゃないです、オブジェじゃないですね。ね、うわ、すごい。え、これ発泡スチロール、な、何素材が。硬いけど、これファイバーかな、なんだろう。あー、映ってますね。映ってる、海面に。あ、建物がね。あ、なんかそういうところにも注目しても、穏やかだから面白いかもしれないですね。見えてる。これも案外モノクロ、まあ、ちょっとね、色カラフルな色ついてるけど、モノクロとかサイドをちょっと落とし目とか渋くね、いくといいかな。なので、そう、さっきも言いましたけど、ちょっとね、空がね、曇りで白いっていうのもあるんですよね。ちょっとね、そのこともあるんですけどね。あの、もち地方の地だけ新しいのは何でだろう。あれだけ色が。これまた朝来て、あの人がわさわさそこにいたらまた全然違うイメージが。それはもう本当そうですよね。全然違うイメージですよね。あ、今これ船がね、下にこう、その海面に映ってる。これも面白いですね。海外に行って、なんか時間があると市場とか行くんですけど。ああ、そうですね。大市場とかも楽しいですよね。そうですよね。海外の市場とか、結構見たことのないね、食材とかもあって面白いですよね。ああ、ね、これちょっと今眺めが全体撮ったら、でも多分空がいっぱいになって、そうですね。入れたいところだけど、ここは入れない方がいいですね。青空だったらまた別？そうですね、青空とか、あと雲がいい感じでこう出てたり。そうか、そうか。夏のね、黙々。これ今こっち向きでね、市場バックだったけど、こっちのあのこの山とかの風景、あ、これもいいかも。なんかね、この辺りのこの小田原の、山近いですからね、小田原は。ね、うん、こうして見ると船って、漁船って結構カラフルなものですね。なんかいろんな色が。まあ、デコトラみたいなものですかね。なんか人混みが。すごい、あ、人混みが。なんか築地の場外みたいな雰囲気ですよ。そうですね。いや、美味しそうよ。やっぱりね、さすが漁港の、漁港だから、あのそういうね、海鮮のあれですね。あの、じゃあお昼はこの辺りで。いやいやいや、呼んでますよ、なんかおじさんが、こっちこっちとか言って。
本当だ、すごい呼ばれてる、うん、呼ばれてる呼ばれてる、うん、いやそれでもですね、はい、今こう引っ張られる気持ちはあるけれども、はいはい、そうじゃない、お昼はですねちょっとこれから行こうと思っているところがあるんで、あら、はい、ちゃんと考えてましたか、じゃあはい、お魚ちょっとまた了解です、はい、楽しみです、はい、そっちランチ行ってみましょう、おいおい、はい、いやこっちも気になる、